いただきます。どうもこんにちは、ぬっきーと申します。今日はね、ガチエリア、ビーバスパークのね、マサバ大橋、開業大橋やっていきたいと思いますが、その前にコメントエンジンの方やっていきたいと思います。ブンブンハローハゲチューブ、こんにちは、どうも。今日はおでんにしました。おでんね。飯の報告またかよ。報告は優しく聞いてくださいよ。あ、オッケーオッケー。もうお前らもう逆にね、じゃあむしろもう飯書いてけ、とりあえず。わかった。食べたバッグワンぐらい聞いてください。とりあえずもうみんな、じゃあウポツみたいな感じで食った飯を書いてけ。わかったか。逆に書け。ハゲならばどれよかったでしょう。もういいよこの歌よ。僕らの生まれてくるずっとずっと前にはもうハゲ散らかした男が地球にいたっていう。天才。生えてきた毛をぶっこ抜いて、なんだこれ、わかんねえ。ワンピースかな。生えてきた毛をぶっこ抜いて、わかんねえ。強くハゲる理由を知った。どういうことやねん。ハゲを連れて進め、どうしたって消せないハゲ、止まらないハゲ、誰かのために強くハゲるからって。おい。ハゲてねえってもしつけえな。ハゲてねえから。違う話をするっていうか、実況なんだし、ゲームはしない。おっしゃる通りです。すぐハラスメント言いやがって。まあ確かにそれな、何でもハラスメントだからな、マジで。ああ、ちょっともう抜きハラスメントしてくれよ、みんなによ。わかった、お前らしろよ、抜きハラ。ええやないか。ちょっとわかんねえな。なりませんよ。なります。全集中毛根の呼吸、うるせえな。ハゲてる頭見よう。頭皮をそっと覗き込んだ。どういうことやね。うん、わからん。いや、わかんない。初めてカラオケ行った時って何入れていいかわかんなくない。煉獄さんは、てんてんてん。内緒な、言っちゃダメな。ピチューになります。ピチューにはなんねえだろ。その後、ハゲる。意味わかんない。ヒノカミカグラ、あ、そうそう、ヒノカミカグラが出てこなかった。なんか、なんとかのヤーツとか言ってたよな。あと1年ぐらい続きそう。何の話だろう、わかんねえな。そればっかりわからんじゃ。あー、あれか、コロナかな。GoToだけではない、そう、だけじゃないよ。寒くなって乾燥したからでしょ。ちょっとちゃう。いや、単に他国よりマスクしてる割合が大きい。最近、みんなマスク してない人結構いるで。インフルと一緒で冬は乾燥してるから、ウイルスかな、これ。ブリス。活性なるだけ。とりあえず、ハゲが関西行くから広がるのもある。まあ、確かに俺2回行ったからな。9月と10月行きましたからね。すいません、私が巻きましたから、コロナを。竹の話はしましたね。池早学とかうさんくさくて仕方ない。まあでも池田隼人さんはまあブログで稼いでる人だから、別になんかうさんくさくはないと思うけどな。普通にブロガーとしてまあ食ってたからね。学さんはまあちょっと、まあでもなんかああいうの見るとなんかまあちょっとモチベーション上がるっていうか、うん。ああいうやつツイッター RT してるやつ無理。俺も多分すしちゃうかもしんない。竹原あいつクソ詐欺やんけ。確かに。超詐欺師なんだよ。なんか怪しいとは、俺もあんま見てなかった。なんかすげえなーって。でもなんか言ってることは確かになるほどなっていうことあるからな。うん。なんかしかもあれでしょ。なんかネズミ講みたいな仕組みだったんだよね。確かオンラインスクールが。なんか、紹介してくれたらその人が辞めなければ毎月なんか3000円入ってくるみたいなシステムだから、4人紹介したら1万2000円来るから、自分がこう入会してるお金を差し引いてもプラスになるみたいな、なんかそのネズミ講みたいなシステムだったんだよね、確か。ちょっと面白いなと思って。今のネット社会なんかすぐ嘘バレるって、まあ確かにすぐバレますからね、嘘は。まあ、なんか振り切った嘘だったらいいけどね。なんか微妙な、なんかちょっといじっていいかわかんないような、なんか嘘をつくのやめた方がいいと思う。300万円払えるのは普通に生活したらええって。確かに。300万、月300万もし払えるんだったらもう普通に生活した方がいい、マジで。
やめとけマジかよ、コミ最低ランコミ受けで冗談です。はい、ということでページ長くなったけどやっていきましょう。ゲームの話しろって言ったけど、ゲームの話するわマジで、うん、この前さ、なんか普通にあのゲオ覗き込んだらリングフィットアドベンチャーだっけ、あれ売ってたよ。あれあれもなんかあれか、品薄じゃなくなったんかな。彼女が欲しがってて、なんかスーパー行くっつって、スーパーの近くにゲオあったんですけど、ゲオ一応見てみたらって言ったら、あってね、よかったっつって。流行ってんすかね、やっぱまだ。それともたまたまあったのかな、それとももう品薄じゃなくなったのかって感じで、おおラッキーっていう感じで買えたんですけど、今だいのにちょっとね、メルカリ見たら1万とか売ってんすよね。あれ定価税込み9000円ぐらいでしょ。でも1万で売ってたら送料考えたら損だよな。損ではねえか。おお、トルニース、あーうめえ、うっそうまっ、この人やばいな。ワンのリッターはまあ割と強いっていうことだからな。どうしよっかな、このまま終わりそうっすね。概要貯めないとダメだな。よし、2枚入り、やばい、あーそ、ナイス、ありがとう。とりあえずね、多分相手をリッターにやられてるんだな。ちょっとリコン置きますか。リコン置いて、いいねいいねしていこう。いいね前方、いいねビートダウンしていこう。とりあえず、この有利な状況でこそリコンをたくさん置いてくれ。オッケー、なんか今多分来ましたね、やつが来ましたね。ナイスよ。とりあえず、特定エリアなんで、今回2連勝して、少しでも、バトルポイントを貯めていく。バトルポイントって DP かな、いいのか、あんまスプラトゥーンやってないから、なんかその、スプラトゥーン固有の名称みたいなのがもう全て忘れてきてるから。ちょっと思い出していきたい。ケアしていこう。無理やってケアして、無理やってケアして。OK! ナイス順調に勝ってしまったら、まあ、焦らずね、やっぱビーコンを貯めて、こう、打開していくっていうのが一番いいのかな。第4も貯めてね。うん。いい感じ。よし。ちょ、できればビーバス引きたい。で昔結構マサバね、得意だったんですけどね。なんか結構そのみんな、そのマップをしっかり認知し始めてからなんかね、マサバ全然ダメだったんですよね。よし。続けて勝っていきたい。いいね。はい、残念ながら、マサバ回復。いや、いいね。朝は海峡走りね、いいよ。さあやっていこう。お、さっきの強いリッターが味方ですね。これは心強いな。やっぱね、強い攻撃いるとね、結構ありがたいんですよね。やっぱ前衛やる身としてはやっぱね、こう前衛前衛で固まっちゃうと連デスっていうか、こうまとまって持ってかれることがやっぱあるんで、そう考えるとやっぱ攻撃でじっくりタイプの人がね、味方にいるといいなと思いますね。やっけ、うっそ、取られたね。ナイス、ナイス、ゴール。こっちから回ってこうかな。うわ、後ろついたつもりが後ろ突かれた。よーし、ひねり込んだ。やだな、いるんだよな多分。行っちゃったかな。ケアしてケアして、それね、あとケアして。まあ、リッターいるんでね、ちょっと私も積極的に持っていかなきゃいけないと思うんですけど、なかなか難しい。勝ってんじゃん今負けてると思ってたよね。そういうとこはダメですね、ちゃんと見ないと。
まあ、落ち着いてビーコンを置きながら、この押してる押し込んでる状況でビーコンをしっかりこう立て直していく。ビーコンを立て直していく。いやーやだなー、ブラスター、ブラスターマジで嫌なんだよ。ブラスターもどのね通しても2でも嫌だし1でも嫌だし、逃げる、死んだらいけないですよ。やっぱしっかりこう生き残っていく。あー1か、苦手なブラスター相手に相打ちはまだ、あーダメか、やばい、ここで焦った。だいつも私はここで焦ります。しかしまあここで焦らず逆転いいねと、ありがとう、逆転してくれてありがとう、もっと長く楽しめるの。そう思うことによってまあ焦らない。でこっちにはビーコンありますんで、相手にビーコンないんで復活が早いと。2枚しかもなおかつ相手は連続しちゃいました。やばい、あーやばい、いけるか、いやいいねいいね、いける、いいねいいね、味方を信じて、いいね、素晴らしい。そしてナイス、いやーいいねー、さあまだまだ全然逆転できますよ。いいね、いいよ、いいね、味方がいいね。今回何がいいかって言ったら味方がいいね。やばい、何やらか、いいねー。さあビーコン置いて、ビーコン置けてない、ちょっと今全然喋れてない、かなり集中してる。あっ逆転する、逆転した、オッケー勝ったいいね、素晴らしいね、いいよ。苦手なマサは2連勝は結構大きい、素晴らしいですね。ビーコンの強さというものをね、再認識できるような、そんな動画になったんではないでしょうか。しっかりやっぱビーコン置いてれば強いな。全然キルもそんな取れてない。まあ取れてるか。もうそこそこ取れてるけど。よし、いいね。これで、戻っていきたい。でも2回ずつなんでね、どうにもこうにもなかなか戻れない。生放送でやっちゃったらもういいかもね。うん。ということで、ご視聴ありがとうございました。ごちそうさんです。